ここは新宿歌舞伎町のとあるバー春麗。毎晩夜の街に迷った子羊たちが集まります。さて今宵の子羊は、ちょっと、はい、こんなに客来ないことある？客呼んでこいよ。あやとはいい、まだイケメンでさ、たまに客来るけど、お前何やってんだよ。ブク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 太ってさ、呼んでこいよ客。本当にですか？行ってけ客、もう何でもいいよ、もう呼んできて、入ってって言いなさい、行ってきなさいよ。あんた正面にキャンって当たんじゃないわよ。グビにするからね。飛んでらっしゃい、バーカ。分かりましたよ、バーカ。パワハラとか全然するから。入ってきませんよ。うるさい、行ってらっしゃい。タミするが美味しくてさ、はい、なんかさ、韓流にハマってこう横でこう横向いて飲むっていうのが韓流ドラマあったんだけどさ、知り合いが全員年下だから、あの目上の人の前だけ、はい、来たわ。まあ、何早くない？早いわ。何？お客さん連れてきました。いいじゃないの。いや、入れてあげてね。何？ちょっと変わったお客さん。いや、本当にやだ、雨降ってたから。何？あの学生さん？どうも。あんた学生さん呼んじゃダメでしょ。いや、服学生ですけど。あ、大丈夫です。僕らは42と43なんで大丈夫です。すごい腰を振っている。です。なんか見たことある。なんかあります。はい、ごめんなさい、あなたは知らない。嘘、はい。あの全然気づかってくれない。こっちの子見たことある。ありがとうございます。響きっていうコンビなんですけど。なんか聞いたことあるかもしれない。一世風靡したんですよ。いや、してない、してない。全然してないから。ごめんなさい、はい、知らない人じゃない。いや、違う違う違う、マネージャーさん。いや、マネージャーさんじゃないです。響きさんでしょ。はい、私の友達です。いや、違う違う違う、響きです。響き。あ、2人でそうなの。そうです、そうです。よく響きの相方って言われますけど。そう思ってた、私。違うマネージャーさん思ってた。なんでお前もそう思ってんだよ。すごいじゃん。あ、ちょっと待って、私の記憶違いかもわかんないけど、はい、こんなにでかかったの？バレちゃいました？そうよね、はい、テレビ出てる頃と出てた時から考えると20キロぐらい。20キロ、はい、あの時でもちょっと太ってるキャラクターだったら20キロ、はい、今132。130? お相撲界でも結構な方でしょ。ベロじゃないです、ベロじゃない。ごめんなさい、あの初対面だけど、死ぬぜ。死ぬ太り方じゃない？元気ですよ。本当に、うん、乗っかってるもんね、もう花粉体の中がね、うん、今この場でできるかな。あ、ちょっとネタやっていいですか？見せて見せて。多分完全に思い出すと思うんで。あ、これだって分かると思います。はい、分かって、ちょっとチャンスするな。お客さんにも先にですね。お客さんにも。いいのよ。ガンガンもう2回目ぐらいですよね、もうこれ。新大久保行ってきたんだからさ、やって。そんな横目で、はい、横目で見るんですね。横目で見るわ。行きましょう。響きの今度告白。先輩、なんだよ、大事な話があります。何急に。私先輩のことがずっと好きでした。え、付き合ってください。いや、お前となんか付き合わねえよ。何ですか、その言い方。なんだよ。じゃあ責任取ってくださいよ。何のだよ。この子はどうなるんですか。ただ太ってるだけだろ、お前は。いや、てへへじゃねえんだよ、おい。え、あのな、お前みたいな人絶対付き合わねえよ、このブス。先輩ひどい。そんな泣かれても。何するんですか。なんだよ。女の子ですよ。知らねえよ、そんなの。歌じゃないですか。うるせえんだよ、さっきから。いや、グーおかしいだろ。何すんだよ、お前。痛いだろ、謝れよ。謝ればいいんですか。謝れよ、謝ります。先輩、告白の最中に手を出しちゃって本当にどうもすいませんでした。謝る気ねえだろ。いい加減にしろ。トマ出した。いいじゃない。ありがとうございま す, います。ちょっとすごい、今見ても面白いじゃないですか。あ、よかった。私さ、思うんだけどさ、うん、一発屋芸人って、はい、あの誰が言ったかわかんないけどさ、はいはい、一発屋って決めたの、うん、あんたたちじゃないって。そうなんです、そうなんですよ。世間が勝手にそう思っただけでさ、うん、はい、すごく食いついてすごく飽きられたってだけで、よく考えたらさ、すごく食いつかれた時点で能力あんのよね。ありがたい。久しぶりに見てさ、うん、はい、
面白いよ。あ、嬉しい。やった、嬉しい。そんな手回しで面白いかったね。面白いよね。ママ結構お笑いに厳しいタイプ。あ、いや、厳しいですね。あ、よかった。面白いじゃん。ありがとうございます。嬉しいです。久しぶりに見たらさ、でもちょっとあの語弊があるかもしれないけど、一発で出た時にそんなに興味がなかったの。そうでしょ。持ってて。乗ってない。なってなかった。レッドカーペットとかでしょ。そうですね。うん、私その時見せて。見て。一応ちょっとママにそっくりな、宮迫さんっていう僕らが尊敬してる兄さんがいるんですけど、ね、先輩が。その方とは結構番組で共演させていただいて。覚えてない。僕アメトーク出させてもらって。出させてもらってね。あ、そう読むの、うん、出させてもらって、うん、あのじゃない方芸人っていうののパート2に出てたんだ。出させてもらいましたね。私知り合いだけど、はい、あの覚えてない。嘘でしょ。本当に。あの楽屋に緊張して挨拶行った時間返してほしい。うん、挨拶とか来ないでほしい。嘘。そんなに興味なかったんですか。あの基本的に楽屋には来てほしくない芸人さん。あの人そうだから。確かに。あの人とかサマーズさんとか本当に来てほしくなかった。あの喋ることなんてね。その芸歴何年目ぐらいなわけ？響きで言うと21年目になりますね。そうですね。2000年結成なんだよ。結構ベテランで、個人で最初もやってたんで、それを含めると24年目になります。違うんだ、もともと。もともと僕は高校の同級生で、小林鈴木で小林鈴っていうコンビやってて、まあ、本当にみじんも知らない。いや、絶対知る由もないと思うんですけど。私は3人組で3フェイスという。3人組でやってたんだ。はい、アップフロントというあのモーニング娘。の事務所で。アップフロントで、そうなんですよ。芸人さんいたの？いました、いました。矢口真理と同期です。何それ。矢口真理さんは知らないですよ。彼のことは知らないですけど。そう、同期だって分かる。一応同期って勝手に言ってるだけで。話しかけるなって事務所の方にすごく言われてた。言われてたんだ。モームスとお前は喋るんじゃない。真理ちゃんも一時真理ちゃんも一時なんか激太りしてたけど。してましたね。そう、事務所の流れなんか。お客さん、な、なに、なに、あ、なに、そうそうそう、ちょっとドリンクで出したいから、気の利かない手、クビにするぞ。何言ってるじゃないですか、もう。何が、ママ厳しい。いい、何がいいですか。私、ウーロンハイ。ウーロンハイで、はい、わかりました。何でも大丈夫です。はい。ハイボールする？液体なら何でも。液体ならいい。液体なら何でも大丈夫。ハイボール入れて。テレビに出るために必死になってこれになったっていう感じですね。そうよね。ずっと漫才やってたんですけど、全く仕事がなくて。私も知らないんだけどさ、うん、あの一世風靡したでしょ、あの、はい、私知ってるわよ、その色レッドカーペット、レッドカーペットでしょ、レッドカーペットですね、僕ら。そうよね、はい、レッドカーペットとかで一世風靡をして、はい、うん、あの盛り上がってたのはもちろん知ってるんだけど、はい、その後にいなくなったとかそういうこともよくわからないし、何がどうなって今の現状があるのかもわかんないし、宮迫に聞いたけど、その、はい、あなた、なんて名前だったっけ。いや、小林です。なんで、なんで、いや、小林にワイって言われても、うん、小さい林なんだ、うん、いや、そうです。つまんない名前で、なんでだよ。先祖に謝ってください。小さい林ってつまんない名前だ。ただでさ、林でそんな森でもないのに、小さい林でうおめいてて、名前何しよう。小林、つまんない名前。全部もつまんない名前。全小林に怒られますよ、そんな言葉。本当に。いい、あ、忘れてた。僕だけでは。あ、すみません。ごめんなさい。待つものでーす。ママ、すいませんね。どんでもない。気遣い、申し訳ございません。まさか小林をディスられると思わなかったな。小さい林、つまんない名前。小さい林はいい。つまんないやつですよ。何ができんの。小さい林の中で何ができんの。私、新大久保で買ってきたの。あら、おいしそう。すみません。新大久保のドンキで買ってきた。ドンキで買ってきた。そうだ、そのあこのドンキ。入ってみたら奥がめちゃめちゃ広いって。そうなの。よくよく知ってる。詳細はいいんだよ、ドンキの。で、ちょっとコースタンプ。あ、コースタンプ。私やってます。食べます。あ、男前ですね。この子には、あるように、あの、錦戸亮のいとこなんです。え？そうなんです。あ、確かに似てる。おかげさまで、はい。おかげさまで。おかげさまで。はい。おかげさまで。おかげですね。おかげさまでね。錦戸亮様様です。そう、見た目だけ男前なんだけど、はい、中身ポンコツなんだ。あ、なんか、さっきもちょっと入り口でお見かけしたんですけど、はい、鍵が全然開かないって言ったら、もう差をしてました。そうやな。この子はいつもそうだ。失礼でした。いいね。はい。何ベル出したの。
こいつはただあのポンコツを集めた人間。あれ世のポンコツをすべて集めた人間。ちょっとポンコツブラザーズ弟じゃないですか。早稲田出身なのよ。あら、はい、二度と言うんじゃねえ。あんまり僕言ってないんですよ。私が言ってんの。そうそうそう。いいもね。明治、はい、ちょっと、はい、あ、まあいいよ。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。明治なんだ。美味しい。まあまあ美味しいですわ。何の話したっけ？あのレッドカーペットで、なんでこう消えてったのかもわからないみたいな感じ。わかんないわかんない。その宮迫経由から考えると、宮迫はその、うん、ね、あのあなたね、はい、あの小さい配信の人、うん、小林ね。この方とはプライベートで仲はいい。ああ、なんか聞いております。そうなんですよ。いいんだけど、あの今どうだとか、うん、今こうだとか、何も聞いたことはなくて。あ、いや本当に。聞いてもらってないの？うんうん、興味ないんだろうなっていう。いや本当に俺これちょっと謎で、ちょっとママの兄さんが今度来ることあったら聞いてほしいんですけど、一時、うん、ね、うん、すごい毎日お呼びくださって、あったらね、二人きりで、うんうん、昼間からずっと一緒にいたんですけど、うんうんうん、何かを聞かれたことが一回もない。すごくない？すごくない？結果なんで呼んでたかというと、うん、絶対に来るだろう。やめなさい。安牌ですね。何ですかその都合のいい女みたいなの。そうなのよ。都合の良すぎる女。すごいんだって、だって、あのお昼のね、うん、出てたでしょ。あ、出てた、ね、出てて、うん、で、お昼頃起きて見てるじゃない、うんうん、で、じゃあまた、来週とか言ってで、CM 行くじゃない、うん、すぐ電話鳴るのよ。あれ今見てましたけどっていう、来んのよ、それで来んの、来んのよって、来んのよって言い方。お台場ってそのまま夏祭りで来んのよ。軽いんですからね、昨日。いや、そうなんですよ。いいね、でもいいさ、それはあの素晴らしいことだと思う。それはだって、俺ずっと愛知県出身なんですけど、うんうん、愛知にいる時からね、その宮迫さんが全然仕事ないってちょっと腐りながら名古屋のレギュラー番組やってるのを、うん、でもすげえこの人面白いなって見てたの、うん、見てくれてたんでしょ。そうです、そうです、うん、毎週それが楽しみで、うん、受験勉強しながらそれを見て、うん、そんな方がね、毎日呼んでくれるって、それ嬉しいよね。それすぐ行くでしょ。お金払いなさいって話よね、はい、宮迫にね、宮迫に一緒にさせていただいてありがとうございます。嬉しいのにお金は出してもらえるって。いや、おかしい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 わ。腐るほど持ってる。何か返さないと、本来も払わないと。だからお金はないから、時間というものを費やして宮迫さんにこうね、会いに行ってたんです。当時はあったけど、今大変なんだからさ。そう、なんか聞いてます。なんかあなたなんか、はい、店なんかやってるんでしょ。ああ、一応僕オーナーですけどね。オーナー、はい、やってすごい流行ってんのよ。男性のお客さん、ね、はい、宣伝しといた方がいいわよ。新宿駅から2駅、幡ヶ谷駅徒歩1分、幡ヶ谷牛タンテール、そして牡蠣と魚、こう2店舗やっております。やってんの、やってるって、この人本当にやってる人はもっとあれなんですけど、この人はなんか表向きのなんかオーナーみたいな感じ、うん、あ、それね、そのレッドカーペットで、はい、貯めた貯金をもうこう、じゃあお願いしますっていう、こう出資させていただいて、共同経営でやってるの。そうなんです。そう、むちゃくちゃ流行ってるの。そこお邪魔したことあります。そうでしょ。めちゃめちゃ美味しかったです。はい、めちゃくちゃ死んだ牛のパン使って。いや、だいたい出すとき死んでるだろ。生きてたら怖いだろ。激死にしたい。言い方悪いぞ。死んでますけど。激死にした。激死したら舌引きちぎってあげる。やめてくださいよ。もう怖いよね。あんなに可愛かった牡蠣、小さい牡蠣を無理やり大きくしたやつを全部取って生でバーカーン。科学の力でやってないですから。死んだ牡蠣食うやつ。違う違う、牡蠣は、牡蠣は死んでんのよ。もうメリーってして、こう想像させないですよっていう。ちょっと営業妨害です。ここ絶対カットでお願いします。私もっと繁殖したかったっていう牡蠣を無理やりメリーってして大きくなれたはずなのに。あれ、ただでどうぞって。気の狂った店よ。気の狂った。美味しい美味しいって食べてましたよ。あんたどこのお店の常連のお兄さんは。宮迫さんは、ね、そうですよ。そう、おかしい。ただで提供して変な店、
牡蠣食べ放題、牛タンステーキ食べ放題、うん、頭おかしい。いや、いいして。それでご愛顧いただいて、他も美味しいですよ、という、そういうやつですよ。それ成功してた。はい、あなたは何してるの。私はあの副業でラーメン屋さんの方を聞いたことある、はい、僕より早くやってましたから、宮崎県の方で。そうよね、はい、その噂を聞いてたのラーメン屋がすごく美味しい、はい、宮崎にでやってる。なんで宮崎なの。地元なので。あ、濃い顔だもんね。そうなんです。で、お店作れば経費で実家に帰れるし、うん、なるほど、はい、親も喜ぶんでいいなぁなんて思って作って、で作った時もちょっと一晩客あったんですよ、ここで。え、なんでなんで。だから芸人が飲食の副業あるのはどうかと思ってずっと俺に言ってたんですよ。こいつなかったです。2店舗もやってる、はい、こいつなかったですよ。信じられないみたいな。そんな話しなくて、昔の話だから。編集してね。ギュン始めよう。何こいつ、編集できないやつも。超おかしくない。一番ダメな4文字。なんで否定してたのに、あんたのがやってんの。いや、ちょっとだから当時、そのなんかもう副業やってて儲かると思ったらちょっと羨ましかったんですよ。いや、でちょっと寂しかったんです。そういうことだ。あ、もう副業してそっちでもうやられるのかなって、でちょっと寂しさもあって言ったんですよ。そう、気づいたら、その2年後ぐらいに私に内緒で飲食始めたので、うん、頭おかしいのかこいつと思って。そうよね、はい、もう一回言ってろ。ギュン。一回も言わないでください。ギュン。だから使えるとかないの。逆だから使えるとか。いや、私ラーメンの話聞いてたわけ。はい、はい、はい。何系のラーメンなの。あの、福岡にあるお店なんで豚骨ラーメンなんですけど、それのフランチャイズをやってますよ。あ、そうだ。芸能人でなかなかフランチャイズやる人いないんですけど。あ、聞いたことないかも、はい。あ、自分で作ってるわけじゃないんですか。はい、もうそうです。メニューも全部あるって普通の豚骨ラーメンなの。はい、その豚骨ラーメンも結構いろんなところに店舗があって、めちゃくちゃ美味しいラーメン屋さんなんです。福岡で何ていうとこ。ダンボっていう。あったかい暮らしとかでダンボっていうんですけど。あ、恵比寿であります。あ、知ってるんだ。聞いたことあります。この間だったら恵比寿の方。はい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 。え、知ってるんだ。すごいとこじゃん。はい、すごいところですよ。福岡でもめちゃめちゃ人気の有名なお店のフランチャイズを、はい、このいとこも結構行かれてるって。そうなんです。あ、そうなの。りょうくんが、はい、よくお会いします。え、ちょっと何そのお店。すごいじゃん。本当に美味しくて、まあフランチャイズなんで、これといった個性はないんですけど、毎日食っても美味しいっていう。それが売りなんですよ。これといった個性がない。何のネガティブキャンペーンなんですか。これがフランチャイズの良さなんですよ。いや、そんなことはないでしょ、別に。あ、でも本当にそうなんだ。あの、個性が立ちすぎると、うん、ああ、そう、まあまあまあ、ね、池袋もラーメン激戦区の時は、うんうん、すごい個性のあるラーメン屋さんが上位行ったんですけど、今残ってるのは一軒も残ってないんですよ。うん、で残ってない唯一シンプルな醤油ラーメン出してる店しか残ってないんですよ。そうなのよ、はい、だから牡蠣食い放題とかさ、ステーキ食べ放題。しかも死んだやつですもんね。そう、死んだ。死んでるでしょ。あんな泣き叫んで牛から必死だから。見てない。もう見てる。もうボー。盗んできたみたいな。やめてください。もう言えない。もうボー。違う。なんでその引っこ抜いたみたいな。それを電柱ただですよ。どう。こんなことないですよ。牛も合意してやってますから。合意はしてない。合意はしてない。合意はしてないですね。ラーメン屋さんが他の店はいいんですけど、三つ子の店だけちょっと調子悪くなっちゃって、唯一他はめちゃくちゃ儲かってて行列ができてるんですけど、三つ子の店だけ大赤字らしい。スタートダッシュはめちゃめちゃ良かったんですよ。私、あの、すごく調子いいって聞いたわよ。1日700人お客さん来てたんです。すごいじゃん。そうなんですよ。なんで調子悪くなる。まあ、駐車場がなかったんですよ。いや、関係ない。あの、宮崎って車社会で。確かにね。はい。なので、うん、駐車場が大量にいるんですけど、ええ、できたところが3台しかなかったんですね。うんうんうん。それでお客さんがこう、宮崎の人って並ぶことを知らないんですよ。並ぶぐらいだったら違う、空いてる店行くよのテンションだったんで、それを失敗して、じゃあ大きいとこ出そうって店舗をもう1店舗作ったんですよ、大きいの。ええ、駐車場40台のとこ作ったんですけど、こっちの1軒目からの客離れが大変で、まあ悲しい、はい、大変なの今。結構大変ですね。あとコロナもあって、うん、あ、まあそうよね。でもコロナになった時は逆にお客さん増えたんですよ。でやってるお店があんまなかったんで。あ、そうなんですか、はい、でも一度宮崎でクラスターがちょっと出ちゃって、うん、1日20人、宮崎で20人とか出ちゃった時に街から人がいなくなって、まあやっぱ怖いからさ、まあ、そうですね。高齢の方もいらっしゃるから、
いいわ、ちょっとなんかわかんないけど、うん、宮迫に言っとく。お願いします。コロナが落ち着いたら行くから、はい、ありがとうございます。あの入り口に私のこの銅像があるんで、うん、銅像があるの、はい、撤去しなさい。60万したんです。それなんですよママ、作ったの60万いらない。そこのフランチャイズのその大元の社長と僕ちょっとこの間お会いしたんですけど、うんうんうん、多分その唯一相方の店がちょっと調子悪いのって、うん、その像が客を寄せ付けないんじゃないかって言ってました、その社長は。はい、撤去をするっていう動画を撮りに行きなさいってあの宮迫に言っとく。まあまあそれ本当に言った方がいいと思います。本当にダメだから、はい、撤去してして、あの宣伝もするっていう動画を撮るわけ。はい、八つ咲きにしようか。像があってその後ろの壁にまたこのでっかい三つ子の絵が描いてあって、うま すぎてどうもすいませんってでかく描いてあるらしいです。いらない、消し去ろう。宮迫さんが来ていただけるんだったら何でもやります。はい、それをするっていう、うん、動画を撮ったよって、私宮迫に言っとくから。お願いします。ありがとうございます。宮迫さんが来られた店は、はい、めちゃくちゃそのね、お客さんが来るっていう、うん、あんたのとこ行ったでしょ。来ていただいてもう次の日から、うん、ずーっと電話が鳴りやまない。聞きました。本当に。この動画も見ましたもん。やってますか。あれ、あれ、え、やってます。あれなんか見たことあるわ。あれ、あ、ちょっと、あんたちょっと待って。ない、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 ない。何してるの。肌。何。肌。すごいデブの後に小デブ。僕ね、実はね、モノマネ芸人で自覚がないんですよ。どういうこと。西口プロレスというプロレスコントをやる上で、うん、長州力さんが好きだからこの格好したんですよ。だから僕の自覚としては、僕モノマネ芸人じゃなくてコスプレ芸人なんですよ。でも長州こりきって言っちゃったね。あいつで入ってきてんだから。そうですよね。違う名前で芸をするときは長州をやる。にしないと。さあ、私が年間イメージキャラクターを務めておりますリデンさんからついにリデンシル配合の薬用シャンプーが販売になります。お、やった。さあ、商品の発送は6月1日からとなります。気になる方は概要欄もしくは、株式会社ビゲンのホームページから予約申し込みをお願いいたします。限定生産のため、数に限りがございますので、お急ぎください。さあ、僕はもうすでにこのシャンプーを使っているんですが、通常のスカルプシャンプーはですね、髪の毛がまあキシキシゴワゴワするっていうことも多いんですけども、それがございません。なるほど。すごく使い心地がもう気持ちいいですね。はい、髪の毛の立ち上がりを維持しつつ、コンディショニング成分もしっかりと配合されております。なるほど。また香りがね、はいはい、柑橘系のすごくいい香りなので、はい、男性のみならず女性の方もぜひお使いください。すごくいい感じです。はい、